カズさん、どう考えても寝巻きでしょ、これ日曜日やってるでしょ、日曜日はどうなるの脱いだらどうなの、その方がよガッツリだよ、同じ50人になってもカズさんと何だったの経験してあるぞ、カズさん、おかしいでしょ、ほんまに本当だらけだから、これおー、かっこええな。おう、はい、お願いします。はい、頑張る。片山さん、はい、体重何キロ？俺と一緒や、あの身長で。はい、なんか黒左、うんうん、これさ、はい、はい、めっちゃ動く、オッケー、うーい、はい、ビレオッケー、チェッキング、うん、はい、エイトノット美しいね、オッケーです、美しい、はい、エイトノットオッケーね、はい、えい、セキュー、オッケー、はい、じゃあ、当たりまーす、あ、俺がんば、あ、藤本ちゃん、秋びなってある、それは、あ、秋びな、あるよ、あ、3つぐらい、ヌンチャクなってんで、はい、一個、ガチャ、右のクラック足かからんの、ここね、うん、もうちょい上で、もうちょい上、上、うん、かからん、うん、いや、左足もう一段上乗せれんな、そうなんだよ、うん、オッケーオッケー、ここだね、確信、確信そこやな、うん、いや、そっからやろ、多分細かく足見ろっていうの多分その辺のはずやで、うん、オッケーオッケー、動くやつはこれだね、よいしょ、久しぶりのロッパ、しびれるぜ、しびれる、ほんとに、ちょっと怖いところはちょっとこかい、よいしょ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 、ビレー会場、いっぱい、はい、藤本ちゃん登って、はい、ガンバー、
引っ掛けるしかないもんな。見てて痛々しいんだよ。どうしたねえなと思って。気持ちは分かる。左左。ああ、奥、うん。そこ取らねえとさ、ロープの流れ悪くなるんだよ。そう、ロープの流れだけは一流だぜ。土板は三流だけど、流れ読みだけは一流。無視。え？いやいや。もっと話このね、この、ま、リンクのね、こいつとこいつが一番使えるんだ。なんかちょっと気持ち悪いなって。こんだけやったらいけるやろ。あ、オッケー、うん、いけるわ、うん、オッケー、よし。ギアは触って確認できた。ギア触って確認しろ。女子にゃじゃつまんねえ、こういうの。よし、うん、ほな行くわ。ほな行く。うん。はい、2ピッチ目、ガンバー。はい。失礼失礼。ここはあの、うん。ゼロピンと置かないで。うん、分かってる。でも、ダイソン上手に大丈夫か。どういうこと？ちょっと待ってよ、ちょっと待って、一回。ちょっと緩いで、これ。ほんまに？ほんまに。詰め切れてないんかな。一個、詰めた方がいいけどね。もう一個詰めれんのかな。あ、もう一個詰めれるな。あ、次行くとね、2ピッチ3、次のね、終了点場所がいいから、そこでもしあったら帰るさ。俺が登った後にしてね。不条ちゃんさ、体の色がさ、岩と同じような色してるからさ、写真やったらまずわかる。カモフラージュされてる。ペツラール。いや、左左、まっすぐ、まだまっすぐ。どう、カズさん見えてる？見えてる見えてる。ああ、地検だ。あ？ライン取りしなくていいかい？ライン取り？ライン取り、ロープのライン取り、左いくら？ちょっと待ってな。うん。いや、いける。これでいける。ちょっと行ってさ、あの右側の方に壁に行きなかったかな。
ゃめちゃくちゃいい。入った。ガチャプレイ解除。ロープアップちょっと待ってな。おじのちゃんビレー解除。ガチャ受けろ持って。おい、セルフ外してよ。で、声かけて、よいしょ。これで今落ちてもね大丈夫。よいしょ。そしてよいしょ。準備ができたら、逆回収したら、よし、はい、はい、登りまーす。はい、オッケー。こんな感じでね。よっ、よいしょ。よし、おー、先生何に聞いてるの。でもやっぱ凍ってるんだったね。ガタ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 、アラームが鳴ってる。1時よくしょ。またあんなとこのラインに登らなきゃいけないのか。よいしょ、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 よし。おお、反転が抜けてる。うわ、あっかいね。よいしょ。あ、こっち側行く。正面あのクラック詰めてった、あの修羅。あの、左に上がっていく。中入ってすぐ。アイゼンもやっぱ細かく変えるとあれだね、うん。細かくなるね。そらな。オッケー。ええよ。これもあるで。足をよく見て。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おう。よいしょ。よっ。これ動くて怖いな。自分の左足を信じろ。よいしょ。よいしょ。あ、かっちゃん。はい、して。はいよ。よっこいしょ。よし。確信終わった感じ？あ、終わったね。よいしょ。よいしょ。はい、ビレー解除。え、嘘や、そこじゃないし、もっと行ってたで。嘘。ほんま。いや、だってこっから向こう歩きのはずだけどな。あ、そっから歩ける？あー、まあ微妙っちゃ微妙だな。やろ、もうちょい行ってたで。あ、了解。うん。じゃあ行く。かっちゃん、ビレー解除。
合いません、ロープが手繰り干せない、手繰り切れないか。うくん、見たってどういうこと？このリングボルト、いや、ちゃんと見てない。なんで？まあいいや。なんかおかしいことあった？いや、別に、ね、でここで聞いたから、めんどくせえからさ、ここでもう、ここで切ってんね。ここ歩きだ、ここ歩きや、うん、ちょっと待ってよ、もういいなってする。俺、飲むんだよ、さっき。ええよ、ビル返してるよ。そこは引っ張っ、あ、もう歩きで行けんな。そう、赤ちゃんもまとめてくれてんの、一気に。ああ、サンキュー。これで行く。ああ、ああ、右上、右上、なんで、なんで、難しいなよ、全然行けるよ。あ、そうか、かっちゃん短い、ぬらりひょんやもんな。え、行けるって、行けるって、ハイステップ並んで行けるって。いや、だから俺こっち来たんよ。俺はそっち行けるけどさ、ガッチャン足短いからさ。ええ、よいしょ、よいしょ。あれ、ここリード行っていい？あ、いやいや、別に、ちょっと待って。うん、あ、終了点そこ、終了点そこ、あ、もうここ3階短。いや、そこの、あそこ行って、うん、左にある終了点だから、そこであの、うまく、別に、いや、まあ、左行ったらめっちゃ屈曲すんな、でも。そうそうそう、そう、もう、あそこの岩で撮ったらいいやん。はいはい、山頂、お、あ、オッケーオッケー、山頂、そこ山頂なんや。あ、ほんま、オッケーオッケー、ありがとう。片山さん、もしかして山頂、そこ、あー、オッケーオッケー、うん、ありがとう。なんかあれなんだろうね。うわー、これほんのいいわ、動くで、これ。ああ、よし、でこの辺の、あ、この小さいガンバいらんか。最初ピッチング、はい、ガンバ。ウヨちゃん、ゼロピン取らへんの？ゼロピン、うん、大丈夫。いや、いかん、そういう段階いかんね。わかるか、わかる、ごめん。こうやってベテランとかプロはなくなってるからね。そうやな、そう、慣れた頃がいいか。あ、藤本ちゃん、もしかしたらスマホ貸してよ、下から撮ったけど。いや、もう無理やわ、この距離。おう、いや、ここちょっと雪ついてたら怖えな。ランナーとするで、え、ランナーとするから怖え。ハーケンあるでよ。うわ、このは、こんなハーゲン落ちたら抜けるわ。うん、いや、自動ってまさかそこのフラッグ攻めようとした。いや、ど、多分どっちも簡単やで、これ。まあね、おう、でもこれ自動って初見のところ面白いっしょ。初見はそれはおもろい。おう、俺もさ、あの、ほとんど初見付けないから。おもろ、まあ怖いけどな。うん。藤本ちゃんは多分4手で行っちゃうんだろうな。これなんね。はいはい。そ、あの、そこ山頂やろ。お、あの、ちゃうかなと思ってて。やっぱり。おう、考えな。おう、そやろ。かっちゃん。はいはい。ここ山頂。いや、もう、かっちゃんの場合は全然ちゃうこと言えって。you
そいつついた。ここはちゃうで。ここはちゃう。かちゃん、ビレイ解除。はい、ビレイ解除 OK。 いい感じのとこないかな。ビレイやりにくいな、これ。ヘイ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 、正面には天狗。ちょ待って、あがっちゃん。ふじょうちゃん、早押して。え、せやな。いや、大丈夫大丈夫。ちょっと黙って。大丈夫？取れそう？大丈夫、ちょっと黙ってくれへん。あ、ふじょうちゃん、人間あんか。人間あんか。ガチャン、登りたい？いや、別に登りたいけど、別に待ってるよ。別にって。うん？いや、登りたいっつや、登りたいよ。登りたい。うん。あの、あれやったらもう懸垂で降りてもらおうかなって。そこロープ、その話、俺ら、気に話してるな。あ、ちょっと、金山さん、ロープ。ガチャン、登りたい。いや、ここ来て登りたい言われたら、登るしかないじゃん。あ、ちょっと待った、ロープ絡んだ。ちょっと。また変だ。ロープ絡んだ言ってるのに。人の話を聞いて。わけがない。いや、これは、これまずいな、これ。ああ、めっちゃ軽いで。いや、手が疲れるわ。オッケー。オッケーじゃない？ちょっと待って、いって。ちょっと待って、爪に当たった。オッケー。ちょっと待って。え、まだ？ビナが当たって。どうした？指にビナが当たってちょっとしびれた。っていうかさ、遊んでるな。いや、遊んでないよ。だから分かれへんやん、下の状況。見えへんやから、俺らから。いや、藤本ちゃん、目視で見えとるやんけ。このロープ、めっちゃだるいわ。うん。はいはい、黒いっぱい。青いっぱい。オッケー。スコーラセイ。ええよ。いやいやいや、そっから上歩きでしょ。だって勝手に食うてんねんよ。どうしちゃうねん。どうしちゃうねやから言ってくれや。どうしちゃうんか。はい、登りまーす。ポテチ食う？ポテチ食ういや、粉状やからあえて振りかけるんだけど。あのね、いや、ここでサーカスだよ、それ。サーカス飛ばすんやったらちゃんと飛ばせよ、お前。風で俺の方来とんねん、お前。緊張感のない人たち。よいしょ。よいしょ。よいよいよいしょのよい。腹減ったな。おい、鼻水を飛ばすな、この野郎。いや、狙ってない。全然狙ってへんよ。ほら、違う、詰まった。いやいや、ほんまに。じゃあ俺もやってないで。最悪や。妻はあかんて。いや、ポテチップ。鼻水はしゃあないや。ポテチップ欲しいよとか。最悪や。片山さん、妻落としてんねん。最低だ。ポテチップ。妻とか最低。ね、母さん、ちょっとこの集団に何とか言ってくださいよ。下のセカンドに。妻とさ、鼻水吸って最悪だぜ。妻というか、あのポテトチップが、ほんま、そうです、うん、ないよ、俺は。そう。はい、ビレ解除。早いな。お疲れっち。おい、やべえ、アングルが良すぎるわ。ビレ解除。
ビビで解除しないでも、私怖いじゃん、まだちょっとマチョって。うん。いつからそんな気が短い子になっちゃったのよ。もうカズさん震えてるね。ケイちゃんね。ほんまに。ビレ解除。大抵。あ、ごめん。あのね。お。大抵。足を止めさせる。お。はい、ビレ解除。はい、ビレ解除。カズさん、寒いのは分かるけど、今俺ら終わったばっかりやからね。そう、今からちゃう。そう、茶番がある、あるから、ちょっと休憩まだ今からやで。いやー、楽しかった。ああ。ガチャンが楽しいの？もちろん、もちろん。一番楽しめた、ガッチャン。楽しめた？聞いてあ、俺に聞いてた。あ、そうそう。あ、ガチャ楽しめた。うんうん。回収マークね。楽しめてる。いっぱいリードしたもんな。いっぱいってことでもないけど。5万ぐらい。ねえ、それこそ。最後まで相手しようぜ。相手終わった。ガチャン。はいはい。はいして。いや、まだタバコ吸うよ。ていうか、まあ、2位やから、ガチャンはめとき。全然、うん、強制じゃないから。うん、何でみんなが外すぞ外すぞ。何なの？もうみんなが死んだら死ぬんかじゃあ。あれね、一流なヘリクツだね今のね。今のヘリクツは一流だよね。よし、小学校の時聞いて。今のな。何してるの？息してる。何時何分何秒とか。今上がってきたばっかりだからね僕ら。何も言ってえ？イエーイ、よいしょ、よいしょ。いや、まあ楽しいが一番やね。そうやね。いや、だってこれさ、無言でただただ黙々と、まあなんつうすごいさ厳しいとこだったらまあ集中力欲しいじゃん。わ、うん、かる。わお。でも今日俺ら無口な方やな。お、だいぶ大丈夫じゃんな。喋り口やね、今日そうやな、だいぶ喋ってへんの早いかなで抑えてる方やそうそうそうまあね、いじられてるって分かってないんだ、まあね、逆にな、変えられてんな、ある意味なじゃあ俺、いじられ慣れてる、なんかね、大人になってからね、うん、ちょっとな、かちゃん大人になってないでいや、俺も引っかかった今大人になっていつなってんやろガチャンそこ間違えない。もう一回言い直して。大人になれへんかったけど、って言い直して。言ってくれんと、そんなの。今のはあかんよ。大人になりきれてないけど。そう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 、そう、うん。いいじゃん。俺は俺自身がそう思ってるんだからいいんですよ。俺自身が。周りはまあ誰も思ってないから。いいよ、別に。周りがと、そこら辺で周りかけねえじゃん。かけない。俺の思いが自分自身が大人になりきれてるか、なりきれてないか。いや、いちいちそこでさ、うん、なんかもう楽しく行きたいじゃん。そうやね、何言われても大概のことはね、うん、そうやん、うん、だからかっちゃんあそこでおるって言われたらもうしゃあないなって思ういや、おってほしかったほんま今日俺、かっちゃんに来てって言ったの言うてないそうだね、そう、うん、でもかっさんは言うでんかっさんは言うかっさんは言うかっさんは言う、しなって、うん、あ、藤森ちゃん好きなやつ、買い占めと、うん、来るかだからなかった買えないよってこれ。これあの稲で買っとるけど稲うん稲だ稲で買っとる。いやもう飲みすぎにとってやん。頼むわ。そうしちゃうでもうだいぶ減ったで。もうだいぶないよ。やめてほしいわ。まだそれはもう一般道。俺らどっちへ降りるんですか。外しちゃったんだ。あーじゃんね。みんなのお疲れイエーイをやらんじゃん。今日は。山頂ないもんね。でもなんか、うん、閉まらんよな。閉まらん。ないから。以上チャンネルの。ドゥ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 があるじゃん。いやーでもあんま景色的にはゴミやんか。出た。オッケー。降りよ。寒い。山頂だな。山頂。山頂だな。閉まらんな。閉まらんな。山頂。山頂。
山頂、ごめんね。山頂って言うと、はい。はい。お疲れっす。ええ。さっさとテント帰ろうぜ。あれこれ、あれか。30メートル開けて。50っていうか、僕は30で OK らしい。ただかっちゃんは女に対しての距離感詰めすぎやから、そっち行った中山峠。この登り返しね。そうそう、リピートしてくれんと、やっぱかっちゃんは。荷物担げるやつが UL にすることによって、そこなんだ。何そんなおもろいか。石投げようか。ペグ抜いて。完全にもうこっちだよ。結構そういう意見はあるよな。生かげるかったな。ここの刑が消えた。どうかそうですね。茶番は聞きない。走ったら打つことよ。走ある。俺も走ないわ。さっきに言うたら俺や。でも何？それお玉。それお玉って言うの？大きなスプーン。お玉って言うの？何？ちょっとさ、お母さんに3000円渡しといて、俺の分と。なんで俺が買っちゃうの分渡さなあかんの？で、俺が欲しいもちゃん渡しちゃう。いや、それやったら別に自分で渡してよくない。いや、でもめんどくさいって言うから、小銭がめんどくさいって言うから。うん、だからそれ1250円。いや、それやったら買っちゃんが渡したらいいやんな。俺じゃなくて。なんで俺に。不条ちゃん金持ちだから。でも結局後から買っちゃうも返すわけやろ。じゃあそこは金持ちかどうかっていうのはもう関係ない話やん。いや、不条ちゃん。だから、うん、もう先日食いでいいんだって。そう。母さん、今のは、かっちゃんが話をややこしくした、したということでええっすよね。そうですよね。そう。いつもまあかっちゃんの話をややこしくするから、うん、そうやって。もう勘弁してほしいわ。勘弁してほしい。2000円って言ったらややこしくしてまとめる。そう。